今日はミミズクの大きさを比べてみよう。受付にいるポッキーくん、大きさがこれくらいで、重さがこれくらい、だいたい100万円と同じくらいだね。土間にいるアスカくん、大きさはこれくらいで、重さがこれくらい、3本の 500ml ペットボトルと同じぐらいだね。さて、比べてみよう。お、全く違うね。体重なんか15倍も違ってる。同じミミズクなのに不思議だね。最後に月と比べてみよう。月よりはちっちゃいね。それじゃ。